いやー、せり出した壁だ。あっちに飛ぶのか。あ、ちょっと、そっちじゃない。うわー、手に力入る。太陽は消え、闇が世界を覆い尽くすだろう。そして闇も過ぎ去り、我々の新世界に再び光は輝かん。やろう、儀式を終える前にぶち殺してやるぜ。あ、刺しやがった。やべえ、なんか石からパワーをもらってる。どうすんだこれ。その力、そしてその未来を打ち破らんとする輩を滅ぼしたまえ。ぶっ壊せんのこれ。死ねや、死ねや。これ壊さないと。何 ?X か。おい、違うボタン押してたわ、必死で。なんで死なねえんだよ、お前。普通の人間だろ、お前。お前には毒矢だった、毒矢。違う、ファイアーローか。よし、ファイアーロー。ない。あー、こいつ殺せねえな、あいつを。あー、でもね、ヘッドショットできないんだこいつ、メット野郎だから。とりあえずこいつを壊そう。お前は死ね。おいおい、敵多すぎんだろ。うるせえ、お前ぶち殺してやるぞ。我々は運命を支配する。お、マジ何それ。でもヘッドショット効くっぽいな。
うわ、お前、お前はもう、ちょ待て、なんで死なないんだよ。あ、素材がない。素材がなくて回復できない。そう。なんかビリビリになってるぞ。近接攻撃だ。私の全てを、お前ごときが神にかなうものか。ナイフ盗んだ。ここまで泳がせてやったが、それももうおしまいだ。やばい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 。逃げろ。もっと賢いかと思ったから。あー、痛い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 。あーい、雑魚が。時間回復でなんとかならないか。なるほど、泥も塗れる。やべやべ、あいつ早い。あいつの弓は強い。どうなってんだよ。どっから撃たれてるんだ。これ以上は持てないわ。回復薬が足りないよ。何撃たれてんだよ。それも取れないのか。よし、それは取れた。一回は回復できるかな、これで。どこ行った。よし、殺せ殺せ。さあ、やべ、しぶとい。私の排気機だ。私が守る。やばいやばいやばい、ザクも増えた。どこ行った？どこ行った？お前、もっと賢いかと思ったから。チッ、弾切れたのか。死ね、この攻撃すればいい。私の力が増幅する。まだ生きてんのか。しぶとすぎない？しぶとすぎない？お前雑魚。
はい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 。弾ないのか。やばいやばい。素材足りない。逃げろ逃げろ。お前しつこいよ。危ない。もっと賢いかと思ったかな。死ね。しつこすぎ。まだ生きてんの？お前。もっと賢いかと思ったから。うわ、ちょ見えない。うわー、変わった。こいつ強かったな。ごめんなさい。パイティティはエツリに任せます。簡単に分かったって言うなよ、お前も。嘘マジでララ神になっちゃったの？これ何、幻想を見せられてるだけじゃない、作り変えるというか。次の大冒険はどこへ行こうかな。南極なんてどうだろう。きっと涼しいよ。パパ嫌なのか。そしたらユタの大平原だ。リチャード、いい場所があるわ。どこ？ハワイ。そしたらちょっと手伝ってもらおうかな。旅行の準備だ。いいかな。さよなら、お母さん、お父さん。違うわ。パパが私の助手でしょ。おお、確かに。すまなかったね。忘れていたよ。博物館に連れてってほしいな。ママに新しいスケッチブックを買ってくれるなら手配してあげてもいいわよ。破滅が近づくとき、ククルカンは太陽への逃げとなる。破滅を止めるため、神様が生贄に。何、ククルカンを殺さないといけない、自分ってこと？どういうこと？私が生贄となる。ただ私が揺らぐとき、深紅の炎が導き、約束を思い出させる。そういうこと。
生贄にならないといけないんだ。この世界が好きだ。完璧じゃないけど、俺が好きなものは全部。ちょっと理不尽じゃないか。もう日食は僕らの象徴じゃなくなる。最後の影を取り払わなくちゃ。バイティティオ頼む、お願いだ。分かった。なんかすごい悲鳴上げてたんだけど、どうなるんだこれ。ウヌラトゥ、我が母にして戦士、反乱者にして女王、これからも崇められるだろう。寂しいよ。お、無事だったようだな。僕が母の意志を継いでここを守る。ありがとう。俺は明日クワク役に戻る。そうなの？ジャングルへ？幻の魚のナルキを探すの？アビーと二人で海に行くんだ。あらら、もしかしてジョナとのお別れですか、ね、これで。新シリーズはどうなるんですかね。私は3作で終わりなんですかね。ることにする。またお宝探しかい？ジョナ。本当はどうするんだ？わからない。エツリに聞くわ。パイティティの再建に何が必要か教えてくれるはず。ほう。宝探しは終わり。生きてる人のそばにいたいの。え、宝探し終わっちゃうの？嘘だろ、本当に。荷造りとかしなくていいの？手伝ってくれてもいいんだぜ。ララ、ゆっくりしていってよ。じゃあね、ジョナ。ここが落ち着いたら仲間に入れてよ。外のことを知りたいんだ。いつでも声をかけてくれ。うちもな。無理に誘わない。そうだジョナ、恋人ができたんでしょ。え、結婚式に呼んでよ。おいおい。エツリ、新しい神殿の計画図を見せて。うん、すごいんだよ。シャドウオブザトゥームレイダークリアしました。さすが、やっぱりね、このゲームはやっぱこのシリーズはね、死にゲーですね。死んで覚えて、まあ攻略手順を探してまた死んで覚えてみたいなね。これはこれでやりがいがあるし、まあ死んでもすぐにね再開するんでね、全然ストレスのない死にゲーでしたね。やっぱシリーズ恒例即死罠ね、即死罠もあって死んだりしてね、もう何回死んだんでしょうかね。でもめちゃくちゃ面白かったですね。でやり込み要素が多いんで、今回全然トゥームやれてないですけどね、
まあ、それはおいおいやりたいと思います。それじゃあ最後までご視聴ありがとうございました。またな。私間違ってたみたい。何かを探し求めるのが人生の全てだと思ってた。何もかも一人で抱え込んでね。でも世界中の全ての謎は解けない。私はただそれを守りたいだけ。ジョナ、未来がどうなるかなんてわからない。でもどんな冒険だろうと私は楽しみよ。あまり無理はしないようにするわ。お茶はいかがです？ありがとう。今はゆっくりしようと思う。